皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は嫌いは相手、苦手は自分という話をしたいと思っています。世の中ですね、なんだろうな、眺めてるとすごくね、人が人をこう攻撃しているというか、人を嫌っているというふうに見えるんですね。で、なんかその負のエネルギーみたいなものを、なんだろうな、そのにエネルギーを消耗したり、そのエネルギーをね、そのネガティブなエネルギーをネガティブな形でぶつけていくっていうのは、まあ、全然生産性がまあないというか、なんか人生がつまらないことに埋め尽くされてしまっているんじゃないかというふうにですね、ちょっと心配になるレベルというか、関わりたくないなというレベルなんですけども、ですね、まあ、ここですね、このポッドキャストでもいろいろ言ってきましたが、僕はですね、嫌いな人っていうのはいないんですよね。この人嫌いだなって人がいません。で、これは別に綺麗事でもないし、そういう感情がない、なんか、まあ、感情確かにちょっと薄いですけども、サイコパスですからね、薄いですけども、まあ、ないわけでもなく、感情もありますと。で、じゃあ、なんかその、ね、そういう人をみんな愛する、聖人君子なんですかって言われると、そういうことでもないと。嫌いではないが、苦手であることはたくさんあるんですね。この嫌いと苦手っていう言葉をですね、なんか結構同一詞というか同じように、使われる方が、いらっしゃると思うんですが、これで全然別物であるというふうに、僕は解釈しています。で、嫌いっていうのは、まあ、なんだろうな、単純に言うともうそれ感情なんですね。嫌いだというその気持ちの話なんですよ。で、まあ、ピーマンが嫌いですっていう時、なんでしょうね、自分のせいでピーマンが嫌いなんだよねって話にはならないじゃないですか。だいたいピーマンがこうだからピーマン嫌いだってことで、ピーマンが悪いみたいになってると、いう感じがすると思いませんか。で、一方でですね、苦手っていう言葉はちょっと違うんですよ。ピーマンが苦手ですっていう時、ピーマンは例えば苦いから苦手ですって、思っていても、でも苦いからピーマンがダメなわけじゃなくて、苦いのが苦手な自分がいるから、ピーマンが苦手なんだということになるわけですよ。つまり、ピーマンのせいじゃなくて、自分が苦いのが苦手だからピーマンは苦手ですと、自分のせいで、ピーマンのことが、好きになれ なれない自分がいますということなので、結構ですね、矢印が全然違うんですよね。嫌いっていう感情は外側に向いて相手のせいにしてしまってるけども、苦手っていうのは、まあ、相手のこういう特徴はあるんだけども、自分がこういう特徴とかこういうことがあるから、まあ、相入れない部分がありますという話なので、矢印は自分に向いてくるということなんですよね。で、まあ、実際国語辞典を見てみてもそうで、嫌いっていうのはやっぱり情動のついて述べられているし、情動的な感じで述べられているし、苦手に関してはですね、まあ、要は自分にとって扱いにくいとか不得手であるという、まあ、いわゆるその自分がそれの対象をどう解釈するかというお話なんですよね。なので決してその情動の話じゃなくて、実際に自分と対象の関係性の中でそれはやりにくいとか、まあ、ちょっと苦手、不得手であるということを苦手と言っているわけであって、感情の話じゃないんですよね。で、まあ、もう少し丁寧に説明していくと、その嫌いっていうのは今言ったように感情なので、感情っていうのはいいも悪いもないじゃないですか。今悪いもないというか、論理的に自分がなぜ好きだというその気持ちが起こったかみたいなことっていうのは分析しづらいんですよね。ただ起こったかというか、その反応が起こった原因は外側に見つけることができるんだけども、自分自身がこうだから、そういう気持ちが起こったっていう、そのなんていうのかな、嫌いっていう気持ちを、内省して分析することは難しいと。嫌いっていう時に説明しようとすればするほど、対象について説明することなんですよね。さっきの例でいけばですね、ピーマンが嫌いだと言った時に、苦いとか、苦いぐらいしか思いつかないな。ちょっと違う、例にしましょうか。誰々さんのことが嫌いだっていう時に、何？優しくないから嫌いです。すごいナルシストだから嫌いです。なんかちょっと、人をバカにしたような態度を取るから嫌いです。ちょっと難しい言葉使うから嫌いです。ちょっとなんか圧迫感がある感じが嫌いです。そもそもおじさん嫌いですとか、まあ、顔もちょっとなんか嫌いですとかいう感じで、全部相手のことじゃないですか。相手の要素をなんか上げて自分の気持ちが反応した、そこになんか気持ちが反応しましたってことを言ってるだけで、じゃあなんでその気持ちが反応してるかってことは一つも述べられてないんですよ。ところが、苦手ですっていう時には、そこの
自分の話もできるわけです。まあ、どういうことかっていうと、まあちょっと、まあ、そうですね。じゃあ今度はまた食べ物をしましょう。ゴーヤが苦手ですって言った時に、例えば、ゴーヤ苦いから嫌いだと。でもう一つあってみたいな、まあ、これも僕の話なんですけどね、ゴーヤに苦手なんですよ、一つはあの苦いから苦手、その味がね苦手です。もう一つはそのゴーヤってあの切った状態があの何ですかね、まあ、芋虫みたいなビジュアルじゃないですか。あの僕虫がちょっと苦手なので、あのその芋虫っぽいビジュアルがちょっと苦手ですっていう感じになるわけです。で今ちょっと若干触れてしまいましたけども、何でしょうね、苦いっていうこととビジュアルが芋虫みたいであること自体がゴーヤの悪いところではないじゃないですか。僕が例えばそのゴーヤの苦さが苦手であるからという僕の問題だし、芋虫みたいなのも別に僕が虫が苦手なんですよね。でそのストーリーもあるんですけども、それをちょっと置いといて、僕は虫が苦手で芋虫系の虫が特に苦手で、だからそういうビジュアルのものにちょっと、反応してしまう自分がいるってことで、ゴーヤが悪いわけじゃなくて、自分に原因を見つけることができてますよね。こんな感じで、一見似たような言葉なんですけども、苦手って言った瞬間自分のその内側に、もっと原因を探ることができるし、嫌いって言った瞬間相手側に原因を求めることになると。この違いは本当に大きいですね。なんでかっていうと、ゴーヤが苦手ですっていう時に僕がね言った時に、じゃあそのゴーヤのちょっとその苦味をちょっとが出ないような調理方法であるとか、もしくはその芋虫っぽい切り方をしなかったらビジュアルじゃなかったら食べれるんじゃないとかと言われたら、まあ、確かに食べれるかもしれないなと思うわけですよ。ところが僕がですよ、ゴーヤが嫌いだって言ってると、いやいやちょっとこう調理方法変えてとか、なんかこうその芋虫っぽくない感じにしてとか言うと、もいやもう嫌いなもん嫌いだからって突っ跳ねちゃうんですよね。全然それって何ていうのかな、課題が解決されないというか、結局嫌いっていうか苦手っていうかって、別に対象相手自体は何も変わってないんだけども、自分の捉え方が変わるんですよね。嫌いって言った瞬間その問題を永遠に残し続けることになるけれども、苦手って言った瞬間それはとても分析的な、その論理的な思考が働くので、もしかするとその苦手っていうのは、付き合い方を考えたり、もしくは、工夫によって、解決することができるかもしれないですね。多くの人々は嫌いだっていう言い方をするので、ということは一生その相手との関係は相手が変わらない限り解決されないんですよね。で相手は大体変わらないので、なぜなら、あなたが嫌いだと思ったところで、例えば僕がね、これを聞かれてる方が、まあ、ここで聞いてる方は僕のこと嫌いで聞いてるかちょっと分かんないですけど、まあ、もし僕がね嫌いだって言った時に、別に僕からすれば嫌われてもどうでもいいので、関係ないじゃないですか。この人に嫌われたくないから、僕は変わるっていう理由はないので、別に嫌われてもいいと思ってるから、変わる気はないですよね、こっち側は。ってことは、嫌いだって思ってる人はずっと嫌いだって思い続けることになると。でも、もし僕のことを苦手だと、思ってる人は、何がどう苦手かって考えた時に、それはご自身の中に僕のなんか要素が苦手だと感じる、原体験があったり、なんかいろんな理由があるはずなんですよね。そこと向き合った時に、まあ僕との付き合い方が見えてきたり、もしくは僕と付き合わないということもできたりとかって感じで、いろんなね対策って打つことができるんですよ。なので、まあ、皆さんはサイコパスじゃないと思いますので、どうしてもねその気持ちがこう起こってしまうってことは、まあ、分かるというか、まあまあ、気持ちでは分からないけど頭では分かるんですね。僕もその、まあ、そこで感情が反応するので大変だろうなと思うんですけども、その時に感情で反応するなとかっていうのは無理じゃないですかね。その生まれ持った、なんだろうな要素もあるわけだからとか、まあ、育ってきた、ね、その社会的な要因とかあるだろうから、サイコパスじゃない人にサイコパス的なことを言ってもどうしようもないと思いますので、まあ、感情がその反応すること自体はしょうがないと。でもその時に嫌いだっていう言語じゃなくて苦手だっていう、言葉を使ってほしいですね。苦手だって言えば、なぜならっていうのが多分自分側に矢印が向いてくるので、ちゃんとその苦手な相手との付き合い方とかを論理的に考えていくことができますよというお話でございました。なので、まあ、感情が起こることはしょうがないんだけども、その時に感情に身を任せてね、嫌いだっていう言葉を使うんじゃなくて、苦手だっていう言葉を使う、ここをね今日ちょっとぜひ覚えていただいて、何か自分がもうこの人嫌だなと思う時には、苦手だというふうに、捉えてみてはいかがでしょうかというお話でございました。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。